360度動画が見えるっていうところと、音がそれぞれ強調したい部分が聞けるっていうところかなと思うんですけども、それは魅力としては映像を何回でも再生することができることが魅力なんじゃないかなって思うんですね。例えばこの奏者に着目するとか、この楽器に着目するとか、そういった映像の面白さっていうものはVR でしか味わうことができないんじゃないかなと思ってます。今回のように、たくさん楽器があるような環境で、音の大きさが楽器によって結構ばらついたりすると思うんですね。で、舞台の中心で撮っているだけですと、十分に撮りきれない楽器も出てきますので、個別にマイクロフォンを立てておいて、制作の段階で中心で撮ったマイクの音に混ぜることによって、よりこうリッチな作品になるかなって思いまして、収録しているというところです。VR でできることというのは、まさに舞台の中に皆さんがですね、座っていただいて響きに囲まれる、そういった音楽の世界観というものを体験していただける、これは前代未聞のことですので、この取り組みがですね、さらにこの世界最古の音楽であるところの雅楽とオーケストラとの出会いの中でご体感いただけるっていうことが、もう二重にも三重にも、非常にこう面白い機会になるんじゃないかと思っております。雅楽と、西洋のオーケストラということで、全く同じオーケストラであっても異業種のものがうまくいったっていうのは本当に素晴らしいことで、ぜひ皆様に音の VR で、体験していただきたいと思います。特に、ショーだとか、オーボエだとか、そういうものを拡大してその音を楽しんでいただきたいと思います。
能にも共通して言えることで、古典芸能も例えば義経千本桜や金本忠臣蔵といった演目は何回も上演されて続けてきました。でお客さんはそれを見るたびに新しい発見だったり違う魅力っていうものを感じてですね、演目を何回も見ることの魅力っていうものがきっと古典芸能には詰まっていると思うので、音の VR も映像を1回見たからおしまいっていうのではなくて、何回も見ることによってその味わい深さを、楽しむことができるということが VR 技術の優れた点だな、そういう点では古典芸能と非常にマッチしているんじゃないかなというふうに感じています。